消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがバヨーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、もちろんですで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、リュウフです。ヨトです。そして、翔一郎です。藤本です。はい、テイキビでーす。はい、お願いします。お願いします。まず本日は、ちょっと、この場で、謝りたいことがあります。動画を消してしまい申し訳ございませんでした。本当にすみません。本当に申し訳ございません。本当に申し訳ないです。ビビった話聞いたとびっくりしましたね。もう夜緊急会議、まあ、そういう感じで本当に撮っていただいたにもかかわらず本当に申し訳ございません、はい、めちゃくちゃ、まあ、皆さんちょっとお見せできなくなってしまったんですけども、かなり上質な高品質の動画を撮らせていただいたのにもかかわらずこのバカが消してしまいまして、で今日ね2週間ぐらい経ったのかな、あれから、なんですけれども、翔平さんの前に、来ていただいたということで、またちょっと上質な動画を撮らせていただけないかなと。本当にありがとうございます、本当に申し訳ございません。よろしくお願いします。やばいでしょ。再発防止に努めてます。よろしくお願いします。本日は P さんと石川さんのキャッチングを見ていこうかなと思います。お二人のキャッチングスタイルは本当に違うので、ここから勉強できるものとかあるので、見ていきたいと思います。まず石川さんのキャッチングスタイルは下ろすタイプか、そのままミットをやるタイプですか。そうですね、僕の場合だと、まあ、1回下ろすタイプ、まあ、古田さんのようなタイプ、その力入っちゃうのでずっと僕の場合ここで置いとくと、なので1回下ろして取るみたいな感じを意識して取ってますね。あ、本当は出したかったな、その動画。めっちゃいい動画だったな。逆に P さんは、まあ、僕の場合はさっきの例えで言うと谷繁派なんか古田派なんかっていうと、俺の場合難しくて、谷繁派の場合は縦型のミットを使ってずっとこのままなんですよ、うん、で僕の場合は横型のミットを使いながら古田さんみたいにここまでは下ろさないですけど、ピッチャーのタイミング取るためにここだけパタンってする感じですね、うん、上げていく、まあ、その中間みたいな。そうですね、だからタイミング型ですね、うん、僕の場合は意識してるのはいかにピッチャーが投げやすいかだけなんで、はいはい、そのボールは一番的にしてほしいかなっていうのは意識してます。ミットの目印は落とさず。そうですね、手首を落とすんじゃなくて、手首を落としてミットの目印を消すんじゃなくて、そこはそのまんま手首だけ柔らかくしよう。そうですね、でピッチャー目線を考えて。そうです、そうですね、本当にハイブリッド型です。そうなんですよ、うん、僕の大好きな先輩がキャッチャーやってつまんでしとったら勝手に固定されたっていう感じですね。では早速お二人のキャッチングを見ていきたいと思います。ではやっていきます。しゃあ、かなり低いですね、最初から。ああ、僕低いです、ね、低めに投げさせたいっていうのがあるんで、めちゃくちゃ低くしてます。ナイス。あ、うまい。今はどこで投げやすい、めちゃくちゃ。いいね、ちょっと待って、えいしてくる。めちゃくちゃ減速して
てくる。面白い。押してくるから、うん、けど、まあ、前言ったんですけど壁のイメージです、ね、僕はここから僕が壁になってるってイメージで通ってきます。さ前出ちゃったら取れないんだよ、生の。こっちは本当外から持ってこなきゃいけない、気も流れちゃいけない、でも止めなきゃいけない。手でいきます。スライダー、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 上がってるよー、抜けスライダー、面白いわけじゃない、押してきます。いや、ナイスボール、ナイスボール、出していきます。はい、じゃあ、こっち回していきます。まあ、気持ちよくなりていただけだぞ。
最初 P さんも言ってたんですけど、やっぱピッチャーが投げやすいってところが根底にキャッチャーは必要かなと思ってて、まあ、僕の場合結構肩とか意識、まあ、使いたいのはあるんですけども、やっぱ投げやすさよりもそのピッチャーの投げやすさとかやっぱ意識してあげる。まあピッチャーの球が良ければ正直ランナーも出ないんでっていう根本取ることがやっぱ最初なんで、そこをやっぱ意識してやってるかなっていう感じですね。そうですね、僕もまあ言って基本的に取る、ピッチャーが投げやすいっていうのと、取るときに全部肘中心で回すっていうか、コンパスの肘を中心に、これで取られへんとこに投げるのは俺はピッチャーが悪い。そうっすよね。まあ、そう、そうなれへんように投げやすいように構えてあげてるんで、はい、基本的にはここで取れるボールは全部止めてあげようかなっていう意識はしています。皆さん思いやりですよ、思いやり、思いやりですね。運転も思いやりで、ね、それと一緒っす。何言ってんの。はい、違う。あとなんか構え方が違かったんですよ。あ、なるほどね。翔一郎さんの場合は結構低かったんですよ。ここに来いっていう感じが来て、まあ、そういう感じが伝わるかなと思います。で、P さんの場合はもうドンと構える感じなんで、本当にストライクないのが取ってくれるっていう安心感もあります。なんだろうな、これ言い方悪いかもしれないけれども、阪神のピッチャーをリードするんだったら西投手をリードするとめちゃくちゃいいですよ。藤浪投手をリードするとめちゃくちゃいいですよ。ああ、いいかも、いい戦いです。そうかもしれないです、間違いないです。一点集中型と、もう広く、あ、最悪ばらけてもいいよ。多分僕のキャッチャーの構え方って見本になってるのが城島なんですよ。城島に構えて、住谷選手、僕は住谷選手とか甲斐選手とか、まあ、今最近のキャッチャーのピッてイメージが強いんですよ。多分今のが一番分かりやすいと思うんです。体がもう今でかくなっちゃったんで、城島さんみたいなどっしりっていうのは意識してます、はい、皆さんもあのぜひ、まあ、こういった2パターン以外いろいろパターンあると思うので、自分に合うキャッチング、見つけていただければなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に自分のためにやるよ。ということで、クレイジーピーさんの YouTube チャンネル概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。お願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。